昔バザールだったそうです。1935年に修復されて博物館として使用されています。この博物館が1997年にヨーロッパの中で一番になりました。展示されたものとして形として本当に素晴らしい博物館です。紀元前に約30万年前から始まった民族ネアンダーカルズ、こういう猿みたいな人間でした。洞窟の中で過ごしていました。彼らが過ごしました。こういう石を、これはただの石じゃないです、全部道具です。いろいろ削って作っていました。辛いものを入れました。現在このサロンで16のお墓から出た、ものが展示されています。この時代でライトがなくなると身の回りヒント、白くライトを置くのがなくなると身の回りヒントを一緒に埋葬する習慣がありました。例えば角、鹿が角を動かすと地震になるそうです。ヒント、セイドで使っています。はい、おまんじゅうが全然見せるようなものです。あれ、現在の名前と関係ないです。現在遺跡の方、大化の遺跡です。この足場がすごい面白いので、あちこちにカルムというショッピングセンターみたいなところを住んでいますが、それはあそこだけで表されています。これはパフォーバッキアの近くにあるカニシというところです。こういうショッピングセンターに自分のものを持っていって売っていました。600円まで進みました。だからこの博物館の名前が一体と未然にも言われています。これはイナルベッコというあの場所から発見されたセレノミカップです。上にたくさん膨らみます。あれ結婚式が表されています。この絵ご覧ください。一番下の右の方から左右見たらその結婚の様子が表されています。今準備やっています。ご飯作っています。それから音楽やっています。みんな遊んでいます、飲んでいます。最後ですね、セックスをしている様子も表されています。
皆さん、世界最初の平和条約の一体土地、エジプトの王様ランプセス2世が一体土地と書いてあったので、フィリカ人が偉いとかなくなると、古墳の中に埋葬する習慣があったんですが、これは古墳の中で一番大きい古墳から発見されたものだったんです。この皿のあるものはほとんど古墳から出ました。この寝てる人がミダス王、この頭蓋骨がミダス王の頭蓋骨です。皆さん、ミダス王が世界ですごい夢があります。ローマの目に飛んでる王様ですね。この話を知ったことありますか？ローマの目に飛んでる王様です。一つが盗まれています。その一つが遺跡の件です。